タレントパーだったらもう入ってますよね。そうですよ。いけ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 、うわー、まずどうすればいいんだよ。エンジョイパチンコライフ。寒いんで動きたくないんですけど、行かなきゃ。よし、行くか。行ってきます。説明しよう。閉店 Z とは、いつもは閉店10分前から実践の閉店くん閉店ちゃんが、視聴者のみんながわーわーやーやー言うから、だいたい夜9時ぐらいに現れ、だいたい閉店60分ぐらい前から実践する画期的な番組である。はい、入店入店やってきました。森永総務大臣さん、さっきのは演技です。鹿児島は東京より暖かいんでね、まだまだ全然やる気もいっぱいありますよ。ということで早速店内の方を見ていきましょう。ジャグラーコーナー、稼働が相変わらず、森永さんのジャグラーは稼働がいいですね。ちょっとジャグラーコーナーは後で島の中ちゃんと覗く。まずはどこに何があるかを見に行きます。でこの辺が AT 機、ART 機がずらっと並んでおりまして、こちらが新台のエヴァンゲリオン9なんですけれども、回数が素晴らしい、35回もう大当たり引いてる。ちょうど今まだ ST 中かな。他にもね、20代後半の台とかもあったりするんで、結構回数がついております。ガロも当たってるし、今頭が出てるよ、ガロの。おお、これも北斗30回。しかも降臨タイム中だ。おお、すごい。獲得枚数が、液晶の枚数やばい。7833枚だって。もうちょっと回ってたらな、これ。444狙ってもいいんだけど。あとは、ハーデスさんかな、この辺は。ジャグラーも見ていこう。確率がいいやつ、確率がいいやつ、もうみんな打ってるよ、確率がいいやつ。これ22の19、116分の1とか、後ろも21の18で136分の1。ビンゴ行くかな、ちょっと早いけど。ビンゴどこだっけ、ここだ。ちょっと早いんだけど、このビンゴをやってみるか。259だから結局200ゲームぐらい回さないといけないんでね、あれなんですけど、ジャグラーはもうちょっと後に、ちょっと最後の手段として、こちらのスーパービンゴネオ1台目いきたいと思います。それでは、1台目、前回の Z と同じくスーパービンゴネオ、とりあえず444ゲームの、まあ、B 狙いで行ってみようと思います。よし、頑張るぞ。ちなみにこの台全く同じ台でジェフ君が333で当てたらしいんですよ。当たってくれるといいんだけどな。ビンゴルーレット、えいえいえい、
なんだよ。あ、追加投資。ちょっと薄いけど333で当たってくれたら嬉しいな。ただ私のパチスロ初打ちはビンゴなんです。4号機の24000枚、多分それでビンゴ打ってなかったら私はパチスロ打ってないかもしれない。そこでまあ初めて打った台がビンゴで24000枚出たから、多分今もパチスロ打ってるんだと思うんですよね。結構あのパチスロ皆さんね、 何かでハマるっていう方がやっぱり多いと思うんですけど、いっぱい出てハマる人は結構多いのかなとは思う中で、私もその一人です。ビンゴのおかげで、現在パチスロ打ってます。とりあえずなんかざわざわしてほしい。ざわ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 。ビンゴ図柄は2連続で揃ったよ。静か、ダメだ。あ、追加投資早いよ。追加投資がチャンス言ってるけど、お隣が当たりました。私もビンゴチャンスやりたい。超静かなんだけど。玉屋くん、チャンス、チャンス言ってるよ。しかも何色、紫、ピンク、なんて言うんだろう。追加投資やっぱり早いな。びっくり、何個？1個。今はね386ゲームなんですけどね、もうすぐ444が訪れますけど、どうでしょう。どうなのどうなの、ちょっと、もうすぐ444なんだよ。ダメかな、どうだろう。いやー、追加投資一応ちょっとねざわざわはしてるんだけど、どうなんだろう。結構ビンゴ全長短いイメージがあるんだけど、これもうどうなの。444は超えたよ一応。52ゲーム、452ゲームなので、まあ、444の周期で当たったんだと思われます。やったー、当たったー。というわけで、ビンゴ頑張って増やしたいと思います。えい、やったー、ビンゴチャンスゲット。33ゲーム。まあでもね当たったんでよかったです。こちら森永総務大臣さん、素敵なお店です、ありがとうございます。というわけで頑張って消化したいと思います。いやー、どうせならねちょっとね
頑張って増やしたいところではあるんですけど。350枚か、4連かハードル高いな。ここでなんとかなんとかなんとか頑張りたい。これ終わったら本当終わっちゃうよ。私の350枚を取り返さないといけないのに。いや終わんないでよ。あーあーエンド。113枚7揃い準備中。準備中に頑張って増えろ。準備中にがっつり増えろ。33ゲームまた。いやでもね、いい連チャンしただけマシです。いや本当ね、本当にビンゴあんまり打ってないからね、ちょっと不安すぎて、いろいろ頑張ってちょっと350枚取り返せるかな。なんとかね、ちょっと取り返したいところではあるんですけど、これで、まあ、大体250枚ぐらいいくのかな。よし頑張れ。なんとか連チャンさせたい。終わんないで。終わったかもしれない。超ビンゴチャンス2連で248枚となってますが、どうでしょうか。終わったまあ、100ゲーム、120ゲームぐらいまで、まあ、回すのもありちゃりなんですけど、時間的にあと閉店まで50分ぐらいしかないのもあるので、ちょっと AT5 即やめで、これを持って、まあ、森永さんといえばジャグラーコーナーに移動したいと思います。というわけで、2代目森永さんといえばジャグラーということで、ハッピージャグラー V8 だこれ、打ちたいと思います。ハッピージャグラー V 前のハッピージャグラーですね。頑張ってペカりたいと思います。ちなみに持ち玉移動が OK だったので、持ち玉で移動しております。よし頑張るぞ、ペカレお願いします。でちなみにこのジャグラーを、まあ、選んだ理由なんですけど、5160回転24の19、120分の1なんですよ。なのでこのジャグラーを打っております。当たるといいな。確率いい台なのにこれ、しかもちゃんと化けも引いてるのに。ビンゴでゲットしたメダルが飲まれちゃうよ。いやもうすぐ当たるはず、もうすぐ当たるはず。やばい、もうすぐ400回転だ。あと30分ぐらいなんですけど、ちょっとどうしよう、一周回りたい。ペカレペカんないのか。しょうがない、確率を信じよう、確率を信じて打つ。私にできるのはそれぐらいだ。だからぶん回す。メダル落とした。
いやちょっとノーあたりはさすがに勘弁してほしいな。400回転超え、そろそろ当たると思う。当たることを願ってる、信じてる。前の人が当てすぎたのかな。当たらないのである。残り30分です。マジ？はい、勝った！やったー、サキペカー。ということで時間も時間なんで狙います。ビッグー、419回転、ビッグボーナスです。イエーイ、やったー。森永総務田店さん、素敵なお店ですね。本当にありがとうございます。もうこれを機にジャグレンさせる。でしかも今サキペカだったんですよ。これみんな覚えてるかな。サキペカするだよ、頑張るだいです。だからこの子は多分頑張ってくれると信じてる。いやでも本当サキペカするだいはね、結構やる気があるだいのことが多いから。あと13分だから25分ぐらいあとありますかね。あと25分あれば取り返せるでしょう。よし、これでとりあえず312枚はゲットしたので頑張ってジャグレンしてください。お願いします。はい、そして本日実践をさせていただいている森永総務田店さんなんですけれども、森永さん実は、新店がオープンいたしまして、森永天文館本店さんの斜め前に新しい森永グループの1店舗ができました。というわけで、来年とかもう今年もになるのか、今年も2015年も森永グループさんは一丸となって頑張っていてくれるそうなので、ぜひいろんな店舗お近くの方いらっしゃるかと思います。ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。そして今後も、P マート TV の撮影、多分、まあ、閉店ちゃん、まあ、私も含めて閉店ちゃんが来店することが多いんじゃないかなと思うんですけれども、撮影でお邪魔するときはお邪魔するときもありますのでぜひね、皆さん、スケジュールの方をチェックしていただけると嬉しいです。スケジュールの方は、まあ、森永さんのホームページだったり、あとはビンマート TV の撮影スケジュール、こちらの方に載っていますので、こちらをチェックして、ぜひお近くの方遊びに来てください。というわけで、引き続き実践の方どうぞ。ぐい、今あと20分前、はあ、誰？てかこれだったっけな、確定名。ちょっと私もちょっと覚えてないんですけどね。チェリーで同時成立、94回転ジャグレンしたよ。いっ、頑張れビッグ、やったー。いや本当にもう森永総務田店さんも本当にありがとうございます。素敵なお店でございます。いや素敵なお店、2回目3回目だよ、ビンゴも当たったから。あともう一回光れば、もう一回光ってビッグなら、これ312枚でしょ、多分さっき残ってたのが何枚ぐらいだろうな、結構減ったんですよね。いやもうあとワンビッグ、ワンビッグ、ワンビッグ、できればもうツービッグいきたい。でもな、あと20分あるからな。
あと20分あることを考えると、あと3あと2ビッグぐらい引きたい。よし、1ゲーム連頑張れ。えい、ブドウ、ブドウは同時成立がありません。100回転いっちゃった。よし、そして、10分前なんで本領発揮、閉店ちゃんのお時間です。頑張るよ。ああとしばらくのお時間で、実はそうだよね、40分だったはずなんだ。光らない、光れ、本当お願いしますよ、飲まれちゃうよ。またこんな間にもどなたかは引いている。あと2分、なんでこんななんか良さげな台を打ってるのに当たんないんだろう。だからさ、結構今できる最善の策ですよこれ。あと1分、あと1分、もう多分プラスは無理なのであと1分なんで、さあせめてもう1ビッグ。あー終わったー、終わったー、ベル取れたよ。最終ゲームでベルが取れました。というわけで、15枚獲得して、クレジットを出す。はい、最後の最後で、まさかのベルを取って終了ということで、このメダルを流したいと思います。負けちゃった、よかったらありがとうございます。はい、流した枚数が134枚でした、最後の最後で奇跡のベルでも負けた。というわけで、本日は負けてしまったので、特別にセクシーカットで、終わりたいと思います。負けた。来たこれ、セクシーカット。連敗するともっとカット、増えるとか増えないとか。でもまだまだ戦いは終わらない。行け経験 Z、 次のホールでみんなが待っているぞ。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 YouTube ダウンロードしてね。えいえい。